師をご紹介いたします。碇屋財閣師匠の本名は近藤文吉様と申されます。現在高町立八千代南小学校校長先生をされながら、アマチュア落語家として多方面で活躍中でございます。人権や地域づくりをテーマにユニークな話をされる方です。それでは師匠、今日の演講題は笑いでつなぐ心と心。師匠どうぞよろしく、皆様各地でお迎えいたします。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。いただきました。またお呼びをいただきましてありがとうございます。青年会登場支部の総会ということでね、誠におめでとうございます。そしてまたただいまはですね、私のために戦後最大の拍手をいただきまして頑張ろうと思うわけでございまして一つゆっくりしていただきましてね、落語で、長い時間ではございません、40分ほどお伺いしたいなと思うわけでございます。私は小さい時からある一つの夢がございまして、何かと申しますと、大きくなったら青年会登場支部の総会の皆さんの前で落語がしたいな。小さい時にも日記や作文にこう書いたりします。やっと今日その夢が叶いまして、明日から何を目標に生きていこうかなと思うわけでございますけれども、ちょっと気軽にお付き合いをいただきたいと思います。さらに40年落語をやっておりまして、全部とあちこちからお呼びをいただきましてね、日本全国あちこちからお呼びをいただきます。南は加古川、北は神鍋あたりでしょうか。嬉しいなと思っているわけでございます。特にこの秋になりますとですね、いわゆる阪神館の女子大ですね、短大のこの文化祭、学園祭みたいなところからお呼びをいただきまして、喜んでお受けするわけでございましてね、こう講座出てまいりましたら、前に美しい女学生が5、6人こう並びましてね、もうこちらを見つめられるとなんかもうネタがほんとこう忘れたりしましてね、恥ずかしいわってなことを思いまして、美人に見つめられるとやりにくいなと思う。その点今日は全部失礼なことばっかり言っております。笑いは昔から百薬の長でありますとかね、笑う門には福来たるでありますとか、いろんなこの笑いの効用がありでございますけれども、まず全身の筋肉運動でございますね。運動では動かないようなもう細かな筋肉までも笑いによって動くというようなことがございますね。適度な疲れがある、ぐっすり眠れる、胃腸の働きも良くなるということでございます。自律神経の働きが良くなる、ホルモンの分泌が良くなる、とても体にとっていいわけでございますけど、最近ではこの笑いが医学的に科学的に研究をされておりまして、笑いますとこの NK 細胞といいましてね、ナチュラルキラー細胞、これ天然の殺し屋という意味はそうでございますけども、これはもうがん細胞をも食い尽くすというような非常に強い免疫細胞でございます。人間というものは普通の生活をしてますと毎日何千何万ビタミンやそうでございますけど、いわゆるがんとして発症しないのは先ほど申しましたこの NK 細胞が一生懸命このがん細胞と戦って食い尽くしてくれているからやそうでございますね。ですから今日私の話で、笑っていただきますと細胞が活性化をいたしまして、今日はがんにかかりません、ね、今日はかかりません明日はどうなるか分かりませんまた新しい笑いをね受けていただきたいと思う。何もお腹の底からの笑いだけではなくて、顔だけでね、表情で無理に作った笑いでも同じような免疫効果が働くそうでございまして、いわゆるこの顔の表情に体全体が騙されているというんですかね、ちょっとこの口角がつり上がった感じが体にとって非常にいいそうでございますね。この笑いというのはニコッとこの爽やかな微笑ましいこの表情というのはですね、何もご自身の健康だけじゃなくて、この人様との対人関係といいますかね、にも非常にいいわけでございまして、この難しい怖い顔をしている人にはなかなか話しかけにくいんですけども、ちょっとこの表情の素敵、笑顔の素敵な人には話しかけようと思いますし、またコミュニケーションもこう弾むわけでございまして、ですからご自身の健康のために、また人さんとのこの人間関係のためにも笑いのあるね生活を心がけていただいたらありがたいなというふうに思うわけでございますけども、今でこそ20分、30分、1時間というようなこの長いお話になってますけども、もともとそんだけ長かったわけではございません。初めはもう右向いて左を向いたら終わるというようないわゆる小話でございますね。一部先行即席話といいまして、
一部の線香が燃え尽きないうちに一つの話が終わるという、まあ、ダジャレの地口とか言いますけども、こんなのが物語の成り立ちでございます。落語の成り立ちでございまして、江戸時代、まあ、文化文政と言われた頃でしょうかね、世の中大変平和な時代がございまして、平和となりますというと人間というものはどうしても退屈といたします。ことに若いもんがね、今のようにこんな携帯電話なんかがある時代はございません。ゲーム機なんかがある時代はございません。若いもんがこう5、6人も集まりますというと、おい、何のおもろいことでしょうか、少々っちゅうわけで、うどん屋さんの2階かなんかこう座敷を借り切りまして、何のおもろいこと言ってみ、そうやな、隣の空き地に囲いができたな、へえ。うわ、おもろいな、まあ、今日はこの辺で帰ろうかなと思って。隣の空き地の囲いの塀とですね、返事の塀、全然違うものが同じ音によってこうのものになると、そこに笑いが生まれるというかね、いわばこのノーベル賞に匹敵するようなすごい発見やったんですね。でもこれも面白い人には面白いけれども、面白くない人には何も面白くない、面白くない人がそれは何だねん、正体なわけでございました。悪品になりますと言うと、おい、おもろかったな、おもろかったな、今日も一つ言っておもろいことしようか、少々っていうわけで、またうどん屋の2階かなんか借り切りまして、うどん屋行かれてくるようなもんですけど、何でおもろいこと言うてみ、ゆうべは言うたはずな、今日はお前言うてなもんで、それな、鳩がなんか落としていっきょったな、ふーん、わあ、おもろいな、今日はこの辺で帰ろうか、ってなもんで。鳩の落としていた糞とですね、返事の全然違うものが同じ音によってですね、一つのものになると、そこにまたある種の笑いが起きるという大発見なわけでございますね。こういうの一部線香即席話といいまして、いくらでもございます。私の知ってる限りでも大体2万3600ぐらいはありましてね、いくらでもございまして、お風呂、これは戦闘機やん、お母ちゃんパンツ破れた、またか、これ小学校の教室なんかでやりますと、パンツ言うだけで子供わーっと笑ってくれたりするんですね。もうまだかとまだかかってるのどっちでもいいわけでございます。いくらでもございまして、今日船長に叱られてな、それはお前怒りに触れたんや、あ、はい、ありがとうございます。なかなか上手にできます。ダイヤモンドの天ぷらうまいことできましたか、はい、カラッと上がりました。面白かったらメモして帰っていただいて、またお家で披露していただきますと、皆さんの健康につながるというわけでございまして、あ、見てみ、向こうの役者下手くそやな、ウルトラマンさん、お年はおいくつですか、18、どんなお飲み物がお好きですか、18、いろいろあるわけでございます。バター屋さんへはどう行ったらいいですか、あそこの角曲がり、いろんなございまして、こんなのがいくら時代とともに少し長くなりましてね、江戸小話というやつで、本屋さんなんかに行きますと、この江戸小話伝習という本がたくさん並んでおりまして、私この間一冊買い求めましてね、それをこう紐解きまして、バラバラにしまして読んでみると、なかなか面白いなと。ちょっとだけ長くなりますけども、おい、見て、こんなとこカニがいてるわ、カニ中の赤目らしいもんやな、なんやて、そのカニ変わってるな、どこまで、カニ中たら六枚中で横に歩いてるのに、そのカニ縦に歩いてる、この方からゴロ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 、夏の風物詩夕立でございますね、雷さん、どん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 こちらへ近づいてきているんですね、音が大きくなる、今この分野とこの辺りもやってくるかもわからへんな、思ってますと一つピカッと光ったかと思いますと、大きいやつがゴロゴロゴロ、びっくりした、大きな音やったな、大丈夫か、なあ、何やって、あの音の大きさやと雷さん家の前あたりに落ちとんのと違いますか、そうかわからない、みんなで見に行ってみよう、面白そうや、よし、みんなで見に行こうか、行こう行こう、大手へ飛び出すというと、雷さんがね、気を失って気絶してバタ倒れてました。おい、これ雷さんの姿や、お前めったなことで見られへんで、どんな雷さんやな、けどな、いくつか人権の学習会でお呼びがありましてね、で今日も実は人権に絡んだお話をさせてもらうかなと思ってたら、もう気楽な講演でよろしいですのでというようなことで、もう今がそこらですので、ちょっと落語解説程度ですけども、させていただきたいと思います。
これね、今年の1月か2月ぐらいに、ANA と ADA という航空機の、ね、会社が、便を増発するというのでキャンペーンとして流れてたんですね。これパイロットで、誰ですかね、有名な、タレントさんと、バカリズムさんというね、お笑いの人がこう機長になって、話してるんですけど、国際人になろうというようなね、そういうような話を機長さんがしてるんですけど、パッとこう振り返ったら、このバカリズムさんが金髪にこの青いコンタクトレンズでこの高い鼻をつけたね、人にこう振り返って、そういうようなシーンなんですけど、実はこのコマーシャルがもうあっという間に中止というかね、韓国がね、もう徹底的に鬼ヶ島をやっつけてしまおうという人間本位の歌なんですね。面白い面白い、残らず鬼を攻め伏せて、分どりものをえんやらやという非常に考えようによっては残酷なこういう歌詞ができる、6番まであるんですけどね。でこれ公共航空機構のコマーシャルなんですけど、僕のお父さんは桃太郎というやつに殺されましたって鬼の子供が泣いてるんですね。こういうことでちょっと見方を変えれば、視点を変えればこんな捉え方もね、でも若者の意見を一回採用してみようかいて採用してみると、もう世界的有名なね、ソニーを支えるようなもうすごい大人気のゲーム機になったんです。あとナムコの太鼓の達人とか、そんな太鼓叩くだけのゲームどこが面白いねんというのが初め果てだったんですけど、でも若者の意見を一回採用しようかいてすると、もう今や街中のゲームセンターの中でね、一番有名な人気のゲーム機になってますし、所さんの朝日のモーニングショットというのを、どうぞお礼を申し上げます。ユニークなお話で、とっても面白かったです。みんな大いに笑っていただきましたでしょうか。昔から笑う角には福来たると言われておりますように、顔の表情一つでにっこりするだけでがん細胞もやっつけてくれ健康になるそうです。皆さんこれからは大いに笑って暮らしていきたいと思います。平素は小学校の校長としてご多忙の中、本当にこういう落語の道に進まれたというきっかけは何だったか、ちょっとお聞きしたい気持ちなんです。本日は大変熱演いただきましてありがとうございました。簡単措置で胃を潰せ